はい、じゃあね、2回の続きなんですが、行ってみましょうね。はい。ただですね、まあ1回も2回は、1回は1回2回はって意味わかんないんですけど、2回はもう階段を見つけてしまったわけですよね。で、このゲーム、なんだろうな、基本的にその、このまま進んだからどうこうっていうゲームではないような気がしてるんですな。まだ行ってないところに宝がありましたとか、そういうゲームじゃ基本的にはなかったかなと思っていて。うん。なんで何もないんじゃないかなという気もするんですが、まあやっぱり、マップはね、埋めていかないとちょっと気持ち悪いんで、頑張って埋めていきましょう。ああ、間違えちゃった。有効的なのに戦っちゃったよ。ちょっと待って。大丈夫？大丈夫？エーベルになってない？大丈夫か？グッドグッドグッド。ニュートラル。グッド。ニュートラル。いいんだよね。マジシャンとシーフだから。あ、オッケー。よかった。おー、怖い。よく見ないとダメですね。めっちゃ逃げてる。おい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 、どこに逃げてんだな。はい、じゃあ行きましょう。2回来ましたよ。来ましたよ。よしよしよし。まずロミルはいいや。消えちゃうからね。まっすぐ行って、こっちですね。この辺は覚えましたね。ここですね、こっから。ここで、あ、そっか。わおい、ルーター！あ！なんか新しいの出た。ルーター？めっちゃ逃げた。あ、なんだよ。お金落としてた。ここ一方通行なんだね、はい、ルーターね、インターネットには不可欠でございますがね。で、こう来てこっちだよね。ここだよ。ここで消えるんですね。ここで消えるから、こっち行きの、こっち行きの、 OK。 ここでロミルは使いましょう。ロミルは OK。 さあ続きだ、続きだ。さあ、続きだ。ここの一方通行があり。ホブゴブリン。おいおいおい、やめろ、逃げた。よし、戦うか。よしよし。毒針。罠を外した。皮袋なんだよ、皮袋。ここで、じゃないな。ごめんなさい、道間違えたな、これ。あれ？ああ、ワープで行かないといけないのか、もしかして。ん？なんか地図がおかしいぞ。お？ん？マンアットアームス。なんかおかしいな。ちょっと待ってね。ここはどこだ？どうも地図がおかしい。どうも地図がおかしい。おかしいぞ、これは。今どこにいる？西を向いています。西を向いています。東に9、北に7。東に9、北に7。ん？ここ？ここか。1、2、3、4、5、6、7。ここか。西を向いている。西を向いている。合ってるね。オッケーオッケー。あ、合ってる。合ってます。
合ってます、合ってます。ここに行くと。よし、ベンガルタイガー。動物シリーズがね結構出てきますね。ああ、強いね我々。罠はかかっていない。本当かですか、本当ですか。大丈夫、探検。あ、いいんだ、ここだ。こっからがまだ行ってないところでございますと。オッケーオッケーオッケー、行こう。さあスタート、リスタートですね。こうだね。はい、よし。アッシャー、もうこの間見たね。これダスターの多分お友達なんだろうね。はい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 。爆弾外せなかった、勘弁して。なんで、別にいいものが入ってるわけじゃないと。この戦闘後にステータスウィンドウが出るのなんとかなんないんですかね。まあ前作はずっと出っ放しでやってた人間が言うことじゃないんですが、ちょっとね気になるね。え、一歩進むと扉、こっちを向くと何がある、こういうこと。はいはいはい、消しゴム消しゴム消しゴム。よいしょ、こうか。このまさかとは思うんですけどね、この何にもない床には行かなくていいってことでいいですよね。よいしょ、わあ、また同じ。ハーピー多いな。ハーピー多いな。あ、繋がったな。繋がったってことは何もないじゃないか、ここ。なんだよ。何もないっすね。え、じゃあもう行くとこないっすよ、2階。え、ないよ。全部行った。めちゃくちゃなんか間空いてるけど、どういうことだろう。あれか、ちょうど半分ぐらい空いてるっていうことは、例の何、その悪のパーティーじゃなきゃ入れないもう一個の階段の方か。そういうこと、多分そうだねこれ。ああ、なるほどね。はいはい、多分そうですよね。まあ、帰るか。一回帰らないで、もう帰らない、このまま3回行っちゃう。バーバルチャー、こいつ毒だっけ、毒だっけ、やばい。あ、よかった。あー、やっぱりだ帰ろう一回。ラツモフィスだね、毒はね。大丈夫、オッケー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 、回復しとこう。ディア、うん、買いましょう。オーケーオーケー、おいおいよ、ここね、一歩通行があり。ゴブリン、あんまり戦いたくないね。あ、でもレベル上げなきゃな、一個レベル上げてから行きたいな。レベル上げよっかね。1万残り3000ぐらい、1万3000ってどうなんだろうなね、どうなんですかね。突然襲いかかってきた、逃げた。逃げるってことは我々はここ強いというふうに判定されているわけで、困りますね。あんまり逃げてもらっちゃ困るんですよ、戦いたいんですよ。ここ行くとあれだもんね、必ず敵出るとこだもんね。ドン。あ、出ない。あ、そういうこともあるの。しかもこれあれか、帰れないですか。あ、大丈夫か。わーい、来たね。必ず敵が出るわけじゃないんだ。じゃあ、あのウィッチは何だったんだろう。わからないことだらけだな、このゲーム。あれ？地図がおかしいよ。
これ出口でしょ。うん。で、ここがあって、ここもあるんだよね。あ、よしよし、合ってる。敵が出ない。こうしてても出るわけではなさそうですね。変えるか。あ、出た。やめろー、やめろー、バルチャー、弱いぞ。よし。呪文。たまにはね、全力で戦ってやろうじゃないか。あー、これなんだ？魔法が左なんだな、ボタンが。ラハリ。死んだ、死んだ、死んだ、強い。でも1万でしょ？13,490 しかもらえないんだから、めちゃくちゃの回数叩かなきゃいけないですね。これやばいな。だってさ、500だとして、1万もらうには20回叩かなきゃいけないわけですな。1回の戦闘で500だとして。あ、20回ぐらいか、でも。敵が出れば大した数ではないけど。敵が出なければ面倒くさい。うん。忍者、逃げちゃうしな。ほら。稼げないな。まずいね、これ。え？あんまりもらえない。敵あんま出ないしな。ちょっと待って、一回帰ってさ、あの人に。はいはい。そうそう、この人。この人を戦ったらいいのかな。どうなんだろう。経験値どれくらいくれたっけ、これ。弱いし、アイテムくれるしさ。あ、ダメだ。140か。そっか。140か。これまたさ、こうやって行って、降りて、出るんでしょ？ほら。そういうことね。140はちょっときついっすね。前回のあの、マーフィーズゴーストみたいなのいないのかな？いないんだね。あと、クリーピングコインとかね。斧ばっかりだな。うん。困ったね。帰ろうか。3階行こう。ダメだ。よしよし。まずちょっと待ってね。ディオス。ディオス。回復しません。しません。全然しません。なんだよ。使い切っちゃった。ああ。お、でももう7000ぐらい。だから多分ヘルベルトが1万ぐらいになってるってことだね。なかなか大変だな。なんかね、コメントでいただいた情報だと、バグなんだかなんだかで、このゲームは経験値が異様に少ないと。だから時間がかかると。いう話でした。やだね。はい。回復しましたよと。やっぱりね、9000。残り9000。あったっけ。これでアイテムを、渡す。みんないっぱい持ってんな。これ渡せないな。あ、いいんだ。こいつは持ってないな。よし。仲間から外す。そうこちゃんいらっしゃい。相当なお金になるんじゃないですかね。楽勝店売る。ほら。やったね。探検プラス1だけ。え、もう装備してたっけ。ちょっと待って。
まあ、持ってたら打っちゃえばいいのね。中のから外す、さよなら帰り。調べるリッカルの探検プラス1持ってるというわけで打っちゃいましょう。ブルー、すげえお金いっぱいあるね。よし、じゃあ3回行きましょう。まあ、ポーフィック That's my pick OK 保護識別 OK いりません。こんなものはいりません。ダスター、めんどくさい。あ、でもな、めんどくさいとか言ってて経験値を無駄にしちゃいけないんですね、これはね。もうこれやっぱ320、この安全さ、安全、安心安全さで320っていうのはなかなか美味しいんじゃないかなっていう気がします。だって8匹出てきたらさ、600、700ぐらいもらえるわけでしょ。ということはここでレベル上げはやっぱありなのかな。なんかそんな気がしてきたな。ちなみにここやっつけるとあっち出んのかな。あ、出るね。ってことはですよ、1回あたり、まあ、333の1000は儲かる、1000はもらえるんだから、これを繰り返せばいいんだから、レベル上げしよう。レベリングします。あ、早送りしますね、これね。はい、レベリングします。 OK、ここは早送りしますので気にせずガンガンやっちゃいます。ではレベルアップの旅へレッツゴよし。はい、これでおそらくレベルが上がるはずです。全員ね。犬対もう一回ぐらい戦っとこうかな。まあ、アナコンダ。アナコンダくん。これね、一つ、面白いことに気づいたんですけど、魔法使いの魔法をこうレベルを上げるときには、左を押すんですよ。ね、これ左を押すと234、右を押すとこう戻ってくるんですね。はい。ところがですね、魔法使いの僧侶の呪文の時はね、右を押すと増えるんですよ。だから魔法使い、あれ今回操作変わったのかなって思ってたんですけど、これバグかなんかですかね。それとも魔法使いは左、僧侶は右みたいな感じに振り分けてあるのか、ちょっと意図がわからない。ゲームデザインとしてはどうなんでしょうか、これは。ちょっとわからないですね。なんかずっと違和感があったんですけどね。そういう理由だったんだなっていうのがわかりました。OK! これでいいでしょう。さすがにこれでもう。うん。では、レベルアップ参りましょう。お楽しみタイムでございます。レッツゴー !Yes! Yes! Nice!Yes, nice. Nice, 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 nice. Yes, nice. nice, nice. HP がちょっと心もとないけど、まあ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 、かなりナイスですよ、これは。ナイスですよ。いいですね、ナイスですね。
ナイスですね。みんな、誰も下がってないね。いいね。ナイスです。ナイスです。うん、呪文覚えた。運の強さもらった。よし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 。誰も下がってないぞ。頑張れ。イエス一つも下がってない。しかも、HP もめっちゃ上がる。最後一人、リッカルド。君で、君が下がんなかったら、パーフェクト達成です。イエス！やったー一つのパラメータも下がらずに、全員レベルアップを達成しました。しかも、HP も結構上がった。やったこれは嬉しいな。あ、間違えた。次はいくつ必要なんだい？君が一番かかるの。うわうわ35,000？君は31,000？少なあ、シールだけ異様に少ないんだ。35,000って35,000？マジですか？やだなぁ。どうなんだろう。ちょっと。何が増えたんだろう。ん、マダルト。マカニトってこれもしかして、弱いやつはあの、全員、ぶち殺すやつ。確か。まず、モーリス、ダルト。モーリス。モーリスが、あ、モーリスって防御を減らせたんだ。使わなくてよかった。ダルトは、冷気ですね。寒いやつ。ラハリトが炎。で、新しく一気に3つ覚えてますね、これね。マモーリス。すべての敵に影響を与えるモーリスです。あ、すべての敵の防御を下げる。AC を下げる。ってことですね。上げるっていうのかな。マッカニトが、ほら、ね、知死の空気。8レベル以下。つまり、約35から40ヒットポイントの全ての敵を殺します。これ使っていったらレベリングが楽なんじゃないでしょうか。もしかしてモートモンスターをこう全ての敵をぶち殺してガンガンレベルアップしていくっていう。うん、いいね。マカニトで、マダルトは、ダルトがさらに寒くなったものですね。はい、これね、その何、対象の、その、敵の書き方がよくわからなくて、まず、マモーリスとかマカニトって全ての敵って書いてあるんですよね。で、敵一人っていうのもあるんですけど、もう一つよくわかんないのが、マダルトが一軍の敵って書いてあるんですね。軍って、あれね、あの、軍制するの軍ね。軍。うん。君に羊って書いて軍ね。で、モーリスとかが敵の一体って書いてあるんですよ。一体っていうのはその体ではなくって、軍隊の隊、敵の一体と一軍の敵って何が違うんですかね。わかんないですね、これ。困ったな。いざという時に使いどころ間違えそう。さあ、じゃあ次。ネーメ君、君は何を覚えたんだい？めちゃめちゃ増えてるじゃないですか。すごいな。4つ覚えた、一気に。賢いね、君。うわだな。すごいね。これすごくない？レベル5までもう覚えたってことは、もう、終わりに近いじゃん。クリアできんじゃないかな、これ。ディアルマ。あ、ディアルのさらに強いやつだ。やった。そして、バディアルマは、あ、バディアルマは覚えてないや。あ、レベル5は多いんだね。6種類もある。次、リトカン。炎の塔。炎の塔で敵の一体に打撃を与え、3から24のダメージを与えます。おう、3って。それから、カンディ。カンディは覚えてないね。ディ。来た。死んだメンバーを復活させる。うわ、でも使わないな、これ。失敗するとあれだもんね。なんか、ダメですよね、これね。ジーンでの復活の方が安全です。そうだね。バディ。敵に感情動脈血栓を誘発します。死を与えることもあります。感情動脈血栓っていうのは、その感情動脈っていうのが魔物にあるんだね。
ポルターガイストとかにもこう感情動脈があるんだねきっとね。死を与えることもありますってなんだろうな。与えないこともあるのかな。どうなるんだろう。わかりました。で、覚えてないのが、バディ・アルマと、カンディですね。カンディは迷路の中に取り残されたメンバーが何階のどのあたりにいるかがわかります、まあ、特に必要なさそうですね。全滅しない前提でやってる私としては。はい、そうか。あとね、アイテムを渡しておこう。次だな。そうそう、意外となくなってきた。お茶すぎた。なんだ。帰ってきます。調べる、調べる。ディアルマ、いいね、ディアルマ、いいな、高いですな。そう、あった。あのね、このディアルマ、バディアルマが3から24ね、それからディアルマ、まあバディアルマもそうなんですけど、3から24って何なんだろうなって、そう今思ったんですけど、思い出しました。これあれなんですよね、ダイス、サイコロを振った結果の回復ということなんで、3から24っていうのはつまりサイコロ3つなんですね。そういうことですよね。あのファンの皆様、ウィザードリーファンの、全国150万人のウィザードリーファンの皆さん。だから1が3つ出ちゃったら3しか回復しないっていうことです。で、6、あ、違うじゃん違うじゃん。6だったら3つだったら18なんだから、おかしいですよねこれね。わかんない。でもサイコロでこのゲームが成り立ってるのは確かです。はい、私が1をクリアした時に見た情報によると、サイコロです。君たちは止まらなくていいよ。よし、3階行くか。それとも2階なのか分かんないけど、2階のその悪のパーティーで行くというところに行くべきか。レベリングすればなんとかなるよな。でも確かグッドと一緒にパーティーが組めないですよね。あ、でもね、ヘルゲルといれば5人は一気にレベル上げられるかもしれない。そうよね、そうよねもちろんそうよ。ちょっとやってみようかな。まあじゃあ、3階に行くのはまたのお楽しみということで、ちょっと悪のレベリングをしたいと思います。そしたらまずしなきゃいけないのは、外そう。仲間を作る、仲間を作る、訓練場に行く、これですね。あー、ダメだ、めんどくさいんだこれあー、思い出したよね。あれでしょ、またパラメーターの吟味しなきゃいけないんだよ。うん、そうだったそうだった。人間悪、ほらこれやんなきゃいけないんだこの999超つまんないパラメータ。あ、ダメだ、何もなれないじゃんこれね。ダメなんですよ、使いません。じゃあこれまたちょっと別枠でやろうかな。はいっていう感じかな。ちょっと無理ですねこれは。はい、じゃあまた、今回これだけここまでにしときましょう。まあちょっと次ね、何やるか考えておきます。悪のパーティーを育てるのか、それとも3階に突入するのか。3階行っちゃった方がいい気がするな。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう。